どうも、ヒロです。ウドベイン。今回はですね、まあこれね、日本に行くんだったら必ず勉強して、まあメモしてください。これは分かんないと結構きついと思います。まあアレルギーについてですよね。僕の友達もね、一度日本行って、九州かな行って、彼 AB アレルギーなのに、まあ英語が話せないんですよね、お店の人が。それでシュリンプとか言っても分かんなくて、結構エビ少しチュチュって食べて、あ、これやべえエビだっつって食べなかったんですよ。だからね、こういうのはぜひね、危ないんで、ぜひともね最後まで見てください。皆さんどうですか、アレルギーありますかね。こんな大変な思いしたよとかあったらね、ぜひねコメント欄に書いてください。インポートゲージメン、ポッツインポートゲージメン見てんの。はい、じゃあね、また日本語だけで。それで、まだチャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録の方ね、お願いします。楽しいね、日本語についての動画、日本の文化についての動画、上げてるんで、よろしくお願いします。もう行きましょう。まあ、アレルギーのある方、まあ、アレルギーのある人と一緒に行くのであれば、これはまあ、簡単なのでね、まあ、ぜひ覚えてください。まあ、まず、アレルギー。まあ、この前言ってます。アレルギーですよね。似てます。アレルギー、アレルギーですね。だから、まあ、要は、アレルギーありますって言えば OK です。アレルギーあります。あります、あります。で、ですよね。だから、でんよ。アレジー、アレルギー、あります。これだけでも、結構、命は救われるんじゃないでしょうかね。気をつけてください。だから、アレルギーあります。でもいいですし、もう簡単な場合は、もう、アレルギーです。って言えば、もう、OK です。アレルギーです。え、アレジー、アフィマチブジー、アレジー、まあ、OK。もう、これで大丈夫ですよね。ノーバイモヘ、死にません。まあ、もう少しかっこよくね、言うのであれば、アレルギー症状です。アレルギー症状です。アレルギー症状です。ね、これ言えば、僕もシンドームスジアレルギーかな。まあ、それ言えば、あ、お前大丈夫かっていうね、周りもなるんで。はい。まあ、これはまあ、ありますよということを言ってるだけなんで、じゃあ質問、ね、コメキペグンタ、行きましょう。アレルギーあるんですけど、大丈夫ですかね。アレルギーあるんですけど、大丈夫ですかこれ。Eu tenho alergia, tá tudo bem? Isso aqui? で、これもう指さしましょう。Vamos usar o dedo. これあるだけでも大丈夫なんで。アレルギーあるんですけど、これ大丈夫ですか?でもいいですよね。これ。ね。それでもいいかな。ね。で、もう少し簡単な場合は、アレルギーあります。大丈夫?アレルギーあります。ね。O que eu falei antes? Tenho alergia. 大丈夫? OK?これ聞きます。で、まあ、アレルギーもね、いろんなアレルギーがあります。それはもう本当に通訳とかね、本当に危ない場合は、その、Google の翻訳、本当に危ない場合は、まあ、普通にもインターネットとかアプリとか使って行った方がいいんですけど、まあ、簡単なやつだけ説明しますね。まあ、いろんなアレルギーあるんですけど、例えば、乳製品アレルギー。乳製品アレルギー。乳製品。プロドトゥス、ラキチス。わからん。まあ、それです。レイチです、レイチ。書きます。乳製品アレルギーありますね。あ、それと、エビアレルギー。まあ、これ僕の友達が知ってれば、そんなに苦労しなかったと思います。エビ。ね。だから、シュリンプとか言うんじゃなくて、エビ。簡単よね。エビアレルギー。だから、先ほど言ったフレーズに、それを付け足すだけなんで、簡単です。例えば、アレルギーあります。じゃなくて、エビアレルギーあります。もうこれ完璧。あ、そうなの?じゃあ取ります。とか言えばいいから。まあ、その他にも貝アレルギーとか魚介類アレルギーとか、まあ、これはもう大雑把にね言ってるんで、もう本当に危ない時はそれ言ってください。魚介類アレルギー、まあ、他にもありますよね。卵アレルギーとかね。卵アレルギー、それと多分ねブラジルの人とか外国の人とかわからないアレルギーが日本にあるかもしれない。でそれがそばアレルギー。そばね、麺類のあれね、日本でもアレルギーの人があるんで、気をつけてください。ね、外国でテストしてるか分かんないんですけど、そばアレルギーっていうのがあるんで、一応ね、ちょちょって食べてみて、気をつけてください。でもね、いろいろなんかアレルギー言ってるけど、ダメっていう言葉はちょっと覚えた方がいいと思います。ダメ。ノンポージーですね。これまあめっちゃ便利なんで、他の状況でも使うんじゃないでしょうか。ダメ。だから、エビダメです。エビダメです。エビダメです。ですのか、ずっとアフィマの機能ポーチ。ね。だから、卵ダメなんです。とか、卵ダメです。エビダメです。貝ダメです。言うだけで、あ、この人は、エビが食べられない人だ。っていうのがわかるんで、まあ、通じますね。じゃあ、最後。食べちゃいました。どうしましょう。ね。だから、例えば、救急車呼んでください。救急車呼んでください。救急車ね。ああ、ああ、ああ。
ですよね。アンボランスやです。まあ、最悪も救急車っていうだけで OK です。救急車、ね、まあ、呼んでくださいは呼んでください。ね、ちなみに救急車。ちなみに日本の時の番号は119です。電話で119なので、この119、9ね、救急車、少し似てるのでね、119って叫べば救急車が飛んでくると思います。119はあの消防と救急車とかなんで、火事とかあったら119です。ちなみに警察は110番って言いますね。110番、110、110ね、2、3、4、5、6、7、8、9、10の10です。まあでも救急車とかね、まあ別に大丈夫だよっていう時もありますよ。ただ薬飲めばいいんで。そういった場合は、例えばバッグに薬があります。バッグに薬があります。バッグなんですけど、時々バッグっていう人も日本にはいるんで、バッグ、薬があります。ウヘメジタナボーサとか。もしくはなかった場合、薬ありますか？ね。薬ありますか？アレルギーの薬ありますか？聞けばいいと思うんですけど、ただね、摂取しちゃいけない薬とか、あったりするんで、それはまあ一応気をつけて。ちなみに薬のタイプ違いますよね。飲み薬が飲む薬ですね。飲み物とか飲む薬、飲み薬で、あと注射ですね。注射の薬とかあります。だからまあ薬バッグとか言えばまあ大丈夫ですよね。まあ今回はね、そういうアレルギーね、僕の実際の友達がそういった状況にいたんで、こういった動画撮ってみました。いかがだったでしょうか。簡単なね、言葉なんで、この動画いいねをしてね、まあ履歴とかに残ったり、まあこの動画自体をその友達に送ったりして後で見るのもいいんじゃないでしょうか。で、特にやっぱり日本の人たちはね、英語そんなに話せないんで、こういうのはやっぱり気をつけた方がいいと思いますよ。はい、じゃあ今回はこんな感じになりました。皆さんどうでしょうかね、ぜひともね、友達にシェアとかしたり、高評価もね、よろしくお願いします。それでまだね、チャンネル登録してない方はぜひともチャンネル登録もね、よろしくお願いします。それではね、また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。